はい、糸が足りなくなりそう。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいきましょう。はい、前回からですね、まあ、座布団カバー、まあ、クッションカバーというか座布団カバーで、この四角いクッションというか座布団に模様がこう斜めに入るようにということで、グラニースクエアの模様をね、4分の1下、模様がここからスタートして、裏面も当然4分の1の模様でっていうことで編み図を考えて、まあ編み始めました。で、それがね、今、なんと、丸々3玉編み切ったのかな ?3 玉分。はい。はい。はい、お猫様。お猫様、前回暴れたもんね。あれから添い寝強要で、2時間ぐらい添い寝をして、一緒にお昼寝しないとダメーってなったんだもんね。まあまあ、わがままがね、言えるようになったっていうことで、ね、我が家に、私にそれだけ要求ができるようになったんだもんね。ね。いいんです。もう我が家はもう、お猫様第一で、ベロベロに甘やかすことを、ね、ここに誓っておりますので。ね、ちょっとね、うちのお猫様は元保護猫でして、ちょっとね、10年間、まあ10歳、おとんとし10歳超えの女の子なんですけれども、ちょっとね、10年間ちょっといろいろ、彼女もいろいろ紆余曲折がありまして、うん。で、大変な時期があったらしいので、我が家に引き取ったからにはね、ちょっといい思いをしてもらおうと思って、どんな要望でも A をお答えしますよって状態で生活しております。はいで、はいで、はいで。はい。で、まあまあまあ。はい。まあまあ、ちょっと続きでね、今やってくると思いますけれども。なので、はい、おいで。はい、やってきました。で、クッションカバーというか座布団カバーね、編んだんですけど、かわいいね。はい、見てください、これ。全然収まらないんですが、こうやって見ればわかるかな。今、斜めにですね。よいしょ。丸々3玉分です。3玉分使ったんですけど、座布団で今3玉使って、ここまでです。もうちょっと本当はね、ここに来てほしいの。ね。だいたい、まあ、5玉分ですね。この色で5玉買ってますので、この色で5玉買ってますので、うん。まあ、せめてね、半分、5玉で半分来てもらいたいんですけれど、今ね、3玉でね、このぐらい。で、今、もう直径というか、円周がかなり増えてきて大きくなっているので、1玉でね、ちょっとしか進まないんですよ。あと2玉で、ここまで来れるのかっていうところが、ちょっと心配になってきました。はい、心配になってきたので、今日はちょっとこのね、グラニースクエアの道、ちょっとね、見た目的にももうみちみちっとした編みになっておりますので、もうちょっと、まあ、グラニースクエアこれ長編み3目で編んでますけど、長編み3目からもうちょっとだけスカスカっとした編み地にしまして、ちょっと糸の節約をしようかなと思います。お猫様の顔がアップすぎてボケております。はい。これわざとなのかね。かなりね、カメラにね、こう頭を普通にね、つけてるんだよね。いや、この、なんちゃう、頭つけてる姿を写真に撮りたいところなんですけど、その写真を撮るためがこのカメラなので、もどかしいですね。もう一台カメラがあったら面白い絵が撮れてるのになって今ちょっと思っております。じゃあ新しい4玉目ですね。4玉目出しましょう。じゃあまずはね、この今ね、途中まで3玉目ですね。
3玉目途中までで終わってるので、よいしょ、段の途中で終わってるので、まずこの段を編み切ってしまいましょう。ちょうど見えない。計算し尽くした動きなのかしら、このお猫様の動き。ちょうど網が見えない場所に座っておりますけど、はいはい、じゃあまあ長編み3目と長編み3目の間に長編み3目を編み入れます。糸かけて、新しい糸持ってきて、長編み編んじゃう。で端糸全部編みくるんで長編み3目編んでしまいます。でグラニースクエアと同じ、グラニースクエアの角ですね。グラニースクエアってスクエアっていうぐらいなので、4つ角があって四角く編み、まあ四角く編む、モチーフの形は四角なんですけれど、これその四角い角と呼ばれる部分を2箇所だけにしてあります。2箇所だけにしているので、まあだから増し目のポイントは2箇所のみということで、ね、そうすると袋状になります。はい、ここですね、角。長編み3目の塊、鎖編み2目、長編み3目の塊っていうところが出てきましたので、ここで鎖編み2目のところに長編み3目、で鎖編み2つ、で、同じところ、鎖編み2目の中にもう一つ長編み3目の塊を作ります。これで増し目ですね。増し目ちょうどここでこう2つに折れる、こう端の部分になります。であとはまた長編み3目と長編み3目の間に長編み3目を入れていく。まあグラニースクエアもね、いろいろ編み方というか、まあ、アレンジというか、皆さんいろいろなやり方で、ね、この長編み3目と長編み3目の間に鎖編み1つ入れるっていう人もいますし、それはそれでどうとでもって感じなんですけれど、よいしょ、ね、いや思いのほかもっと、なんて言うんでしょう、もうちょっとスカスカっとした編み地になるかなと思ってたんですけど、糸がやっぱりちょっと細めというか、まあかぎ針7号で編んでますけれども、ちょっとね、ザクザク編む感じではなくて、ミチッとした編み地になりました。で、段染めなので、模様らしい模様はね、わかりづらいかな。シンプルな編み図の方が、この色のね、グラデーションというか、で、十分模様というか、それだけで十分絵になる糸だと思います。はい。これで一段また終わりました。で、今ですね、これ今回は往復編みをしてますので、鎖編み3目したらくるりんと回します。よいしょ。今度は裏側を見ながら編むんですけど、ここでちょっと今まで長編み3目っていう塊、3目ですね。3目は3目だけど長編み3目だったのを、まあ、長編みですね、鎖編み3目と長編み一緒だと思っていただければ、長編みで鎖編み1つで同じところに長編み、これでなんて言うでしょう、長編みを1本節約します、1本なくしますね。そして次の塊と塊の間に、はい、長編み鎖編み1つ長編みと、ちょっと薄めに、薄っとしようかな。どうしたんですか？はい、尻尾。今日はそこまでご機嫌斜めじゃない。まあね、美味しい今おやつも食べたしね。これでちょっと、なんて言うんでしょう、スカスカっと
こっちの長編み3目に比べたらスカッちょっとだけ穴が開いてる状態の編み地になると思います。でただ今まで編んでる編み方は全く一緒で、長編み3目のところが長編み鎖編み1つ長編みに変わっただけで、それでちょっと節約して編んでいこうかなと思います。まずは半分に行くまで角の鎖編み2目のところに来たので、ここに長編み鎖編み1つ長編み編みます。はい、鎖編み2目のところに長編み鎖編み1つ長編みで、鎖編み2つ編んで同じように長編み鎖編み1つ長編みという感じで、角を作るのは変わらないって感じにしました。よいしょ。だからこう目数がね変わらなければ、多分この長編み3目とかの編みじゃなくて、もっとすごい模様編みとかね、もう辻褄さえ合えばこの中はね自由にやっていいと思うんですよ。ええ、なんでしょう、この直線部分は好き勝手模様を入れて、この角のところだけですね、角のところだけこう、ね、規則的ななんか決めてしまえば違う模様もいっぱい編み込めるんじゃないかなと思うんですけど、今回この糸はなんかそんな、なんて言うでしょう、いろんな模様編みを入れても目立たないそんな糸だと思いますので、こう単純な長編みとかの方がいい気がします。まあ色綺麗ですしね、すごい発色がいい糸です。もう在庫処分に出てたなんて、あ、ごめんなさいね。はい。在庫処分に出てた糸だなんて思えないぐらい、ね、いい糸だと思います。ちょっとだけサクサクっとし、ちょっとこれで、1段、2段ぐらいちょっと編んでみますね。はい。とりあえず、微妙に分かりづらいかな。分かりづらいかもしれないけど、微妙に分かりづらい。はい。はい。ここの中だけ、どうやって見れば分かりやすいかな。はい。はい。今日は、ずっと今までね、長編み3目で、編んでたものを長編み3目から長編み鎖編み1つ長編みということで、長編みを1本真ん中なくしました。なくしてちょっと糸の節約をしながら編んでいって、ちょっと対角線ですね、もうあともまだまだ、もうだって今ここだもんね、もうちょっとここまで行きたいので、残り2玉ですね、糸2玉でどこまで編めるか、まあとりあえずこの真ん中までは行きたいと思います。で真ん中まで行ったら糸変えまして、ちょっとまた編みをね考えながらやっていこうと思います。うん、おそらく真ん中で、今度はここの真ん中までですね、ここまで行ったら今度は増し目じゃなくて、今度はこうどんどんこう四角が終わっていくので減らし目になっていくんですよ。ね、角減らし目になっていきます。よいしょ。ね、こっちから増えていって、これ増し目でした。でもここまで来たら、こっからは今度減っていかなきゃいけないんですよ。こう大きくなってって小さくなっていくって形にしたいかなと思います。で、減らし目とかの考えるのめんどくさいなって思えば、この増し目をしてね、この角のこの2箇所だけで、こっちと、こっち、2箇所だけで増し目をしていくと、ここ、ね、半分まで編めるということが分かったので、ここまで編んだらまた違う糸で、こっちから編んでもう半分編んでしまって、真ん中は普通に縫い留めたり、編み留めたりしちゃえば、それはそれで OK なクッションカバーにもなると思いますけど、今回はちょっと試しというか、私の修行のためにここまで増し目していって作ったら、次は減らし目をしてこう閉じていきたいかなと
もう中にね、だからここ減らし目まである程度まで編んだら、そっからもうこの座布団の方ですね、座布団の方入れてしまって、そこから編んでこうしまっていくで形にしようかなと思います。中のクッションを出し入れできるような作りにはしないでおこうかなと思ってますので、次回は減らし目、こっちの糸の色を使って減らし目をして残り半分を編み始めようと思います。ということで、まあ今回はこんな感じにいたしましょう。はい、というわけで本日は本当に簡単、本当に簡単、長編み3目だったものがここからこう1本減らして長編み、鎖編み、長編みに変更いたしましたっていう、ただただそれだけでございます。うん、もうちょっとね、完成までお待ちください。あの半分まで編み進めるまでにお待ちくださいって感じで。ちょっと全体的にね、見えればいいんだけど、画角的にね、うん、すごいね、見た目的に本当みっちり、みっちりです。長編み3目だけで編むと、これだけみっちりとしたものになりました。でもこれで、ね、最後までいけたら、すごい、こう、シンプルな、まあ、全然糸の色とかシンプルでも何でもないんですけど、でも編み目的にはとってもシンプルな感じの、うん、あのクッションカバーとか座布団カバーの小物向けな感じな、して私的には可愛いなと思います。ただもうちょっとこう模様工夫してね、うん、模様工夫して入れていってもいいんじゃないかなとも思うんですけど、まあそれをまたおいおいチャレンジしていけたらいいかなと思います。はい、次回はもう、あとは次回はこっから減らし目をして残りの四角の部分ですね、残りの四角の部分作っていきたいと思います。これなら少しわかるかな、みっちりしてた模様からちょっとスカスカの模様の編み地に変更いたしましたよということで、ただただそれだけ変更しただけでございます。はい、まあだから次回ですね、次回の減らし目はまたちょっと考えながら減らし目をしていて、こんな風になるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それではまた次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた、じゃあ。